行こうか。問題なく片付けられたな。ええ、俺たち3人なら楽勝ですよ。どうしたんだ、ユージは。ずいぶん機嫌が良さそうだな。いや、すみません。何でもないんです。なんだよ、話してくれよ。私も気になるな。大したことじゃないんです。ただ3人で冒険をしているとなんだか昔のことを思い出して。昔のこと？うん、幼い頃にルーリットの村でもこうして3人で毎日のように探検をしたんだ。僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、いろんな場所に行って村の人に怒られて。懐かしいな、本当に。寂しいけど同時になんだか温かい気持ちになれる。そっか。良い思い出のようだな。はい、もう一度あんな日々を送れたら。送れるさ。無理だよ。そんなことないさ。きっといつかアリスとセルカ、そしてユージをもう一度3人で探検できる時が来る。セルカ？ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて断られそうか？いや、違うんだ。今確かに3人で歩いた頃を思い出して懐かしいと感じたんだけど、でも違う、セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも3人って、うん、僕とアリス、もう一人誰だ。なんで僕は3人でなんて思ったんだろう。大丈夫か、ユージは。疲れているのなら早めに行ってくれ。無理はさせたくない。大丈夫です。友情。なあ、友情。学院則ってどんな決まりがあったっけ？もうキリト、そんなこと忘れるなんて退学になっても知らないよ。学院則は修験学院の学生が遵守することを定められた規則だよ。破れば処罰を受けたり、下手すると退学なんてことにもなっちゃうから気をつけないとね。学院則でしちゃいけないことって何があったっけ？そうだね、まずは学院の中のものを壊しちゃいけない。なるほどな。じゃあ苛立って壁なんて蹴ったら大変なことになるわけだ。それから門限破り。なんで俺をじっと見つめるんだ、ユージを。いや、キリトは門限破りの常習犯だから心配だなと思って。そんなに門限破りしてるか？
リーナ先輩の稽古に付き合っていてちょっと遅くなったことはあるけどさ。いや、君は毎回それを理由にしてるけど、かなり多い方だと思うよ。そうか。じゃあ気をつける。退学になったら元も子もないからな。うん、そうしてくれた方が僕も安心かな。あとは上級生に父兄を働くこと、これも禁則事項だよ。父兄か。それって失礼な発言をするとかか。それもあるだろうけど、その上級生が父兄と感じた出来事が懲罰の対象になるから、何が父兄になるかは分からないよ。じゃあ大して悪いことをしてないのにイチャモンをつけられるってこともあるのか。退学にまではならないよ。父兄を働いた場合は上級生から懲罰権でお仕置きされるみたいだけど。退学までにならないとしてもそれはそれで怖いな。分かったかい、キリト。これが学院則だよ。ああ、もう完璧だぜ。本当かな。やどうだ。いいよ。俺たち初等練士は年4回の検定試験によって実力を審査される。検定試験の科目には剣の実技試験、型の演武、新生術の実技試験と筆記試験がある。今から俺たちは剣の実技試験を受ける予定だ。剣の実技試験は入学試験と同じく型の演武と教官相手の試合によって審査される。緊張してるのか、ユージは。ああ、ちょっとね。大丈夫だって。ユージは自主練を毎日欠かさなかったし、ゴルゴロッソ先輩にも検定試験前の特訓を受けてただろ。うん。自信を持てよ。それがきっと今ユージオに一番必要なことだ。自信を持つことか。ああ、それじゃお互い頑張ろうぜ。うん、また後でね、キリト。おお、これはキリト初等練士。これから片割れとともに世にも珍妙な型を披露するおつもりか。ウンベール、珍妙なのは仕方があるまい。何せ金霊持ちや田舎剣術使いの熊に仕込まれた技なのだ。だがこの学院には道化の役目も必要であるぞ。まさにそうですな。道化の剣を振るい、ハイノルキア流の神髄を学べぬとは哀れなことよ。検定試験はもうじき始まる。遅れると点がつかないぜ。平民ごときが我らに忠告か。不権も甚だしい。ウンベール、平民に礼節を教えようと無駄なことだ。それもそうですな。無視が一番だとは思うが、やはり気分のいいものじゃないな。でも今切り替えないと。ハッ
キリト、お疲れ様。ユージオこそ、いい順位だったな。俺とユージオは県の実技試験で10位内に入ることができた。お互いいいところまで行った。とりあえずは良かったよ。うん、学年最後の進級試験で12位以内に入らないと上級修験士にはなれないしね。でもセントラルカセドラルにたどり着くためにはもっと強くならなくちゃ。気合を入れるのはいいけど、プレッシャーのかけすぎは良くないぜ。プレッシャー？それって神聖誤解？そうだよ。神聖語で気負うってことだよ。気負いすぎは良くない。うん、それもそうだね。君の言う通りだ。ライオスは21位、ウンベールは22位か。嫌な奴らだけど、立派なのは口だけだ。放っておくに限るよ。そうだな。ま、奴らの戦いを見ていないから何とも言えないけどな。それより明日は新生術の筆記試験だ。ユージオ、頼む。力を貸してくれ。また一夜漬けで何とかする気なの？もう仕方ないな、キリトは。まったく、なんで筆記なんてあるんだよ。なあユージオ、新生術の話をしたいんだけど、いいか？まあいいよ。新生術っていうのはシステムコールから始まる四季の組み合わせで発動する術式のことだよ。術式を唱えてエレメント、つまり素因を生成することによって使うことができるんだ。召喚神聖力というのは術式を使うために必要なものだよ。ソルスや月の光、大地の力などが空間神聖力になるんだ。つまり雨が降ったり夕方になったりすると使える空間神聖力の量が減るってことだよな。まあそうなるね。天候も戦闘に左右する場合があるってことか。覚えておこう。には酵素、熱素、風素、糖素、水素、暗素、豪素、小素があるよ。それぞれを素因として作り出して術式で解放することによって力を使うことができるんだよな。そうだよ。ただ注意しなくちゃいけないことがある。術式を詠唱しないと素因を生成できないし解放もできないってことだ。なるほど。じゃあ四季をちゃんと覚えなくちゃいけないのか。俺英霊でも呪文の暗記苦手だったんだよな。覚えられるよ。そんなに長いものばかりじゃないし。俺は剣術専門で行きたいところだけど、ある程度使えないと話にならないよな。とはいえまずはジェネレートルミナスエレメントというふうに素因生成の句を唱えられればいいと思うよ。そうして片手で5つずつの素因を生成できるみたいだから、一度に最大10個の素因を生成できるということになるね。なるほどな。そこから術式を発動させて素因を解き放つのか。そうだね。生成の後にバーストエレメントと唱えることで素因を解放することができるよ。他にも素因を解放する術式はいくつかある。例えばフライストレートという術式。これは生成した素因を任意の方向に直射するものだ。まっすぐ飛ばしたいわけじゃないときは曲射の術式を使えばいい。その場合はフライベントと唱える。ちなみにそれらの術式の後に術式の発動を意味するディスチャージを唱えなくちゃいけないよ。
覚えることがいろいろと多そうだな。それはそうだね。じゃあ頑張って一緒に暗記しようか。へい、ありがとう。ユージオのおかげで復習。本当？キリトがちゃんと暗記できてるか不安だから、試験前はまた一緒に勉強しようね。俺は一夜漬けじゃないとあんまり頭に入らないんだよ。一夜漬けだと終わった後確実に頭から抜けていくからダメだってば。努力はする。もうそれならいいけどね。よっ。なんだ。いいな。そうだ。なあ。いや。なんだと。ムカつく。キリト、ちょっと付き合ってくれないか。頼みたいことがあるんだ。まあ構わないぜ。こうしてアインクラッド流の剣を君から教えてもらうのは久しぶりだね。ああ、ユージオも俺もそば付きになってからは先輩と稽古していたもんな。でも次の検定試験のためにアインクラッド流の技も鍛えたいと思ったんだ。ゴルゴロッソ先輩が教えてくれた技は強胆で、いざという時頼りになるけど、やっぱり僕の一番最初の師匠はキリトだからさ。そう言ってもらえるのは光栄だな。俺も実はずっとユージオと稽古したいって思ってたんだ。キリト、よろしく頼むよ。ああ、任せとけ。さあ始めよう。体の具合がおかしい。やっぱりアインクラッド流の技は実践的だけど、使いこなすのは大変だね。そうか、だいぶつかめてたぜ。ユージオ、しばらく俺と稽古していないうちに上達したな。キリトから教えてもらった技はたくさんあるから、全部まんべんなく練習してるんだ。たくさんか。とはいえ全ての技を教えられたわけじゃない。剣の優先度が低いために再現できない技がまだ多くある。優先度の高い剣、ユージオの青バラの剣クラスなら再現できるかもしれないけど、いや、借りて再現したところでどう説明する。それにその間ユージオは剣を使えないぞ。キリト、やっぱり君は不思議だな。え？記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに、剣技についての記憶は全て覚えてる。きっと君の天職はどこかの剣士だ。それもとても強い。なのにどうして君は記憶をなくしてしまったのかな。わからない。何か事故にあったりしたのかも。それか衝撃を受けて忘れたのかもしれない。だとすれば君の家族や友達は
突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ。まあそうかもしれないな。ねえキリト、君はもし。なんだ。ううん、なんでもない。少し休んだらまた再会しよう。ああ、そうしようか。